ジャズ大名は、筒井康隆の中編小説。これを原作とした、ラジオドラマと映画も制作された。幕末を舞台にした中編の時代小説。小説新潮1981年1月号に発表された。黒人奴隷が幕末の商藩に漂流し、藩主を巻き込んで、ジャムセッションをする騒動を描く。同年に短編集。 エロチック街道に収録された。1984年に新潮文庫になり、1986年の映画化の際に署名がジャズ大名に改められて、表題作となった。1982年1月9日に NHKFM 放送で放送された45分のラジオドラマ。NHK 制作。脚本、竹内十一郎、主演、立川幸樹。 ゆりとおる。医師になって更新する官軍のとんやれ節を鼻で笑い飛ばして、ジャムセッションを再開するラストのアイディアは、映画版でもほぼそのまま採用されている。演奏には、原作者の筒井康隆も参加した。1986年4月19日に、大英製作、小竹配給で公開された。同時上映は、犬地にせし者。舞台を、 原作の南九州から駿河に変更し、東海道の南署を細長く占める城のため、官軍と幕府軍の通り道となってしまうという設定を加え、母親戦争を完全に無視してのセッションという側面を強調した。それ以外は原作に忠実である。黒人俳優はアメリカから来日したが、米国南部の場面はすべて静岡ロケ、英語のセリフはアフレコを被せて二重音声で処理された。 原作者が若い頃に傾倒し、馬の首風運録などの作品でもオマージュを捧げたことのある岡本喜八のメガフォンであり、記者会見で並びながら初期映画の思い出などを話したという。岡本監督にとって3本目の大映画であるが、クライマックスシーンのセットは東宝スタジオに建てられ、音楽監督とプロデューサーを除くメインスタッフ全員が東宝から起用された。 同年ギネマ順当ベスト10位。映画化困難と言われる筒井原作の映画では、初のランクインとなった。ありがとうございます。